ガリディアのショウマとアスカとナツです。はい、久しぶりの3人、はい、裏チャンネル始まって最初の方だけだったと思うんですけど、はい、今日ですね、みやびくんがちょっと家庭の事情で収録お休みということで、当初撮る予定だった動画が撮れなくなってしまったんで、まあ、久しぶりにこの3人なんで、せっかくだから3人時代の動画とかちょっといろいろ振り返っていこうかなっていう回でございます。はい、はい、まあ、クソ企画ですなんで、見てくれてる皆さんにも3人時代の動画とかいろいろ出すと思うんで、ちょっとまだ恥ずかしい時代の僕らがいろいろ見れると思うんで、そこだけ期待してくれてればなと。恥ずかしいな多分まだまだ拙かった時代の俺の動画編集技術とかも見れると思うんで、はい、ぜひよかったら楽しんでください。はい、それでは早速見ていきましょう。どうぞ。裏チャンネル、裏チャンネルよし、見ていこうか、恥ずかしい映像たちをじゃあまずは去年の7月26日のワンマンライブのオープニング映像からちょっと見ていきます。時系列をたどって、はい、どんな映像？もうね、覚えてすらいないよね俺もね、見たくないもんこれなんですよ、まだ旧ロゴ時代のサムネイルになってる。見てるかな。じゃあいきますよ、はい、運命の瞬間。見てみましょう。ちょっと今さ、ディーパーかと思った俺も思ったディーパーの名残があるね。ディーパーの、その元ネタですね、このピアノは。ハリーはね、2020年、ブラックホールで始まったんですね、そういえば。あ、そっか、うん、悲しいな、ね、すげえ悲しくなってきた。なんか辛かったことを思い出すね、本来なら、うん、去年の1月が2周年のワンマンのリベンジワンマンみたいな感じで、うん、打ってたはずのワンマンなんですよ、うん、それが、まあ、一応新体制での一番最初の正式なライブみたいな形になったんですよね。懐かしいでしょ、今のアシャとかも。こんな時代あったなみたいな。そんなないぞ。そうよくあるね、今言うと角ないのって。終わりと終わりと。あ、そうそう、これね。そうそうそう、未来、未来です。まあ、大丈夫だね。うん、旧ロゴですね。懐かしいな、このロゴも。今の新しいロゴに変わらない。これあれか、昔のやついいか。そう、そうだね。懐かしいな、このやついいいつから今の SE になったんだよ。このまま、いつから結構パリティアの由来が難しいな。今使ったテーマのやつだよ。そうですね。まあ多分レニーではこの当時の映像も流すことになるんでしょうね。恥ずかしいわ。めっちゃ合ってるの、動画に。ここから僕はスノーが一番映える。おう、懐かしいな。あくまになる。おう、っていうオープニング映像が流れて、うん、まあ、そのワンマンがスタートしたみたいな感じだったんですよ。はいはい、終わりと未来。うん、かっけえな。なんかかっこいい。終わりと未来ってかっこいいな。曲名あるから僕ら、はい、こういう映像が覚えてます。この映像、い
2話も確かにあったなって当時見て、うん、いいやんってなった、うん、っていうのを覚えてるね、うん、でもまだなんかちょっと拙いっしょ、動画編集とか。そうだね、慣れてない感じがあるよね、うん、久しく見ると心に来るよね、うん、その時のことバック、クラッチバックするわ。1年経ってねえなと思って、それがすごい。そう、確かにね。俺、ここから僕らの悪魔が、うん、悪魔になって今のサリディアが始まったという話なんですよね、うん、はい、時系列でいくと俺の、うん、ベノム昭和バージョン、うん、伝説の回、伝説の回、あ、これ見たくねえなー、見ます、はい、これ去年の俺の、生誕祭、まあ、夏くんとの合同生誕祭で、俺のパートでは俺がベノムを歌うって、夏くんがベースを弾いて、アスカくんがギターを弾くっていうのなんだけど、あの一番最初のさ、ジャーンってあるんですか、うん、あそこで開放弦じゃないですか、うん、アスカって変なとこ押さえてて、ものすごい変な音してるそういうのもちょっとぜひ聞いてください。ちょ、見ますか、これ恥ずかしいな、これ見てください、見てください恥ずかしいなぁ、うわ、今音が落ちるぞ、やばいさあ、この店で遊びに行くの、そう、結構死ぬやん、マジで、かっこいいよ、まだサボってるよ、頭ちょっと待って、一番寒くなってるわ、聞けよであのその僕がねサッカー好きっていうので、俺が持ってるそのユニフォームみたいなのをみんなに貸して、なんかサッカー部みたいなコンセプトでやったんですよ、はい、でもさ、さすがあの元ボーカル志望、いい声してたいい声してたいい声してるか、声張ってたんで、ね、嘘でしょ、俺は自分の声が嫌でボーカルやめたんだけどなちゃんとピッチが安定してた、安定してた、さすがだ、ありがとうございます今年もなんか歌わなきゃすぐ乗せられるで次が、ライブ映像にはまだ行かないんですけど、ハロウィン、去年の、はいはいはい、ハロウィンワンマンの告知映像、はいはい、これでもその僕らのハロウィン仕様のアーシャとか出てくるんで、よかったらちょっと見てもらおうかなと思います。MV
してあの、クオリティ上がってる真ん中動いてるのも言われて確かにどうやってやってるの話してるだけでやばいね、これを見たらさ口の中にまた上がっちゃってた確かにすげえ。ちょっと感動したこれ。ここからね、また。そうですね。うん、あのちなみにその今ねこの映像の中で、うん、そのシングルリリースっていうのが出てたんですけど、うん、それがあの。名盤の DC とインナイトメアの、そうだね、もう俺らの定番のね、そうで、10月のライブスケジュールって言って10月1日赤羽レニーアルファって書いてあったんです、うん、そこの10月1日のライブで夏くんがレニーでワンマンやりたいって言い出したんです、あ、そうだね、はい、で、7月26日に見てたんですよ、そうなるとここに動画を差し込んだ最高のワンマンだったって見たんですよ、ピーンと出た出た俺最近裏チャンネル第1話とか見たからそう言ってたね、それビビビッと来たって感じですね、ビビッと来て、そして11月に12月か11月に裏チャンネルの撮影が始まりまして12月から、裏チャンネルがスタートするんですけど、それのシャープ4でレニーの告知を初めてするわけですよ、そのレニーの告知映像を見てもらおう、これはあの裏チャンネルの中でも流したやつなんで、いやレニーの告知映像を見てもらおうかな、今の MV の次の映像ハロウィンワンマンが終わった後にクリスマスワンマンの、告知映像を流しました。その告知映像も見てもらうんですけど、そしてそのクリスマスのワンマンの映像があるんで、ライブ映像もちょっと見てもらおうかな、裏チャンネルにも一部流してるんですけど、ノーカットで僕らの恥ずかしい、まあ言うたらはっきり言ってしまうとまだ全然お客さんがいなかった時の映像、あれも見てるし、あ、まあそれはあるね、そこでね、宮城が最後に言ってたね、あ、そう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 あの、そのサポートっていう体でね、その時はまだそれがまず思い出強いよ、じゃクリスマスの告知映像見てもらおうと思います、
妙だね。センスあるね。クリスマスママの告知はこれだけだったんですけど、まあそのハロウィンママが終わってすぐに流したりとかあったんで、じゃあ恥ずかしい。何の曲が流れるかな。まだ音源化する前に、そうね、シートがあって、うん、その代わりまあそのお客さんが今みたいに下がんなくてよかったんですけど、まあもう僕らやっぱり今4人なんで、あ、6月4日の告知映像見ない、これちょっとライブ会場で流してたやつなんですけど、あの映像動画編集技術がどれだけ上がったか、うん、ちょっと見てみよう。じゃあ今の映像に入ってたライブ映像、ベノムの映像かなを見て終わりました。ベノムね、はい、4人になって、このライブを経て6月4日いけるっしょみたいな、ちょっと気合が入った映像でしたよね。ベノムの映像かな、 YouTube にも上がってる映像です。なんでまあちょっと副音声的な感じで、はい、はい、見ていきましょう。
い曲かって言われたらそうじゃないんだよ。確かにそうだね。この曲が聞いてるか、本当にこの4月2日が出したのに、君の4月2日に出した前のやつだった。あ、そうだ。すごいよ。すごいね。何だったか言ってみよう。思い出せないね。なんか折りたたみのフレーズだったんだよね。そうね。手をつけてなくて、手を無理やりなんか、君の突然も変えた人だね。この思いがすごいですね。新人賞は本当に感動したので、今ルール来てるんですよ。この、ね、半分頑張った方がいいです。誰がこれ、ね、まあ、ワンマンではないんだけどね。ワンマンではないんだけど、でもこれだけね、やっぱ「Venom」っていう曲が浸透し始めたっていうことだからね。そうだな。だって俺らのさ、森じゃない作品の人たちも森分かってくれてるから。そうだね。なんか最後「Venom」が始まると 1.2 倍盛り上がる。そうだね。それまでの。デミ以降は、この曲は、なんかね、なんて言ったらいいんだろうな、具体的な例えで、あれだけど、ガジェットさんでいう未成年みたいなポジションにしていきたいと。そうだね。始まりの曲でもあるしね。この最後のスーパーシングと嫌味だなっていう感じが原曲から彼がアレンジしてるフレーズなので、この最後はあれだね、サン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 ってこと、いっそ合ってないんだな。結構いいじゃない、それでもね、サンサンサンやってて、あのリズム好きなのかなって思う。なんかフラフラしてるもん。取れてないけど。いや、でも壊れて。全然ちょっと取れなくなった。取ってくれてたんだよ、これ。はい、いいね。なんかこれよりもさらにいい光景だったりするさ、ね、うるうるしてるな。そうですね。そもそも6月4日がもうこれよりすごい光景だったからね。まあ、ちょっとデニーまであと約1ヶ月、はいはい、この後帰ってくる宮城君を加えてまた4人で、もっといい景色を作るために頑張っていきましょう。はい、はい、どうでした俺の動画編集技術の。めっちゃ分かった。見てるやつ覚悟してくよ。このデニーでね、ショーマがやめとんでもない動画を持ってくる。あんまりそのハードル上げないでよ。でもテイストはあんま変わってないでしょ、昔から。そうだね。こういうなんかさ、ちょっと映画の予告みたいなの、うん、好きなんだなみたいな感じ。まあレニーでも何かしら映像作るんで、その辺も期待してくれたら嬉しいかな。はい、そのしさ、私はレニー見てもいいけどさ、1年のさ YouTube にさ上げとこうじゃん、今まで使った口動画シリーズ先リストになる。いやだなぁ、恥ずかしくないだったまに。それこそ歴史がバレちゃうじゃんって。いいじゃん。でも思い出としてさ、そうこういうのがあったっていう、作ってきたっていうのを残しておきたいなって思って、まあ、とりあえずね、この回で見れるから、うんうん、まあ、わかりました。ちょっとそのうちそういうのもやりましょう。はい、はい、まあ、クソ企画だとか言って始まったけど、意外と盛り上がっちゃった、ね、面白かった、ね。はい、もうまたどっか節目でやりましょうよ、今度は4人でね。はい、それじゃあまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。